サーク。
あなたが世界の主です。御影開拓くん、今までのお話でご理解していただけたと思いますが、星渡り同好会に入ってください。難しくても構いません。努力してください。今の御影くんの言葉はまるで断っているかのように聞こえます。なぜですか？あなたにとっての入部の必要性は十分説明したはずです。カイト君、それはひどいでしょう。
入会するか、すでに入会していたかの二択だよね。厳しいですね。ですが、あなたの言い分ももっともかもしれません。まあまあ、カイト君とやら。まあまあ、ミカゲ先輩。ゆびゆび。生徒会役員がこんなに頼んでるのに、それはちょっと冷たくない？ミカゲ先輩はやればできる子です。ゆびゆび。やっぱ分かってないじゃん。勧誘したのは星渡り同好会、役員じゃないって。やる気出せよ。自分から逃げるなよ。自信持てよ。勇気出せよ。
からな。別にこの活動が成功したら特別に出席日数を水増しとか、そんな約束はしてない。みかげくん、私たちは運命共同体なのです。ここであなたに断られたら私たちは終わってしまいます。どうか考え直してください。もし何でしたら、朝比奈さん同様、学園から何らかの便宜を。集する隙を与えませんね。しかし、もう少し広い心で考えてみてください。そうそう、みかげ、男のくせに器ちっちゃいぞ。先輩のいけず、ケチケチ番長。ギュピギュギュピピ。何それ、今時ハードボイルド？カイドくんダサ。
待てい少年、どうしても出ていくというなら、この私を倒してから。キューピー！おい、こんなとこに変なのいるぜ。丸いやつ、きっとアルマジロだぜ。はあ、こんなとこにそんなのいるわけねえだろ。カブトガニに決まってるっての。マジ？でも図鑑で見たのにすっげー似てるんだけど。解剖したらわかるんじゃね？お前天才！
ュビ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 なんだよおめえ。顔怖くね？ヤクザじゃね？ゆび